どうもゆうさん、ご無沙汰してます。よろしくお願いします。なんかここがあの、ハニービーといって、あのゲームではファニーベア、あー、ここですね、うんうん、元になってるということなんで、ぜひ食べていきませんか。はい、はい、お願いします。入ってみます。すごい懐かしいねアメリカみたいですね、本当に。いや、ディスプレイが独特だよね。ディスプレイが向こうにある感じのお店ですよ。資料展ありますね。これ、はい、ジョイとの出会いのシーン。そうだね。ユウさん、この辺のイラストとか覚えてます？うん、覚えてる覚えてる。あ、本当ですか。うん、もう僕初めて見たかもしれないですね、これ。うん、こっちがですね、キャラのコンセプトアートで。宮脇の絵はいい ね。このなんか力強いラフな感じがかっこいいですよね。大好きですね、彼の絵は大好き。お、うん、いや、この店もね、なんかかなり昔からあるみたいで、あの前行った時にその当時の写真とか見せてくれて、うん、70年代とかのドブ板で、めちゃくちゃ活気がある、なんかディスコとかあって。ね、ネオンとかいいんだよね。ね、いいっすよね。コロナとか、ほら。でも意外に、見た目はこれ、大きすぎるんじゃないかっていう感じですけど、潰すと、まあ、食べやすいっすよね、それなりに。どうも、ありがとうございます。ごちそうさまでした。美味しかったです。なんか今、そのキャンペーンで、うん、シェムにゆかりのある店で食べたり買い物したりすると、うん、あのアニメ版のポストカードが、うん、もらえるみたいです。断定だ。断定。一番かっこいいよ。断定。お、パラサキ。まあ、僕は、癒しをつきました。正反対しました、ね、そうですね、本当に。ところどころに横須賀らしさがある、ね、ありますね、本当に。なんか日本のこういう商店街って特にその関東だと大体似たり寄ったりじゃないですか、うん、ここだけやっぱ本当強烈な色がありますよね。そうですね。シェンムの海の親を連れてきました。はい、ああ、そうですか。ありがとうございます。結構人気がね、ありますね。ああ、そうですか。海外の方でもね、言われる方いらっしゃいますからね。葉月家のあそこの道場じゃない母屋の方の屋根の形を向きが違うとか。あ、そうなんですか。っていうのを直した覚えがありますよ。オリジナルと違って。なんかやっぱり日本の神社仏閣を改造したっていう設定ですので、あ、昔はそのお寺なり神社だったっていう、うん、そういう設定なんですか、うん、へえ。なので昔の神社仏閣の作りってあるじゃないですか、はいはい、屋根の決まりが、決まりとかも、それをなんかシェム1ではやってるので、シェム1と屋根の向きが違うっていうので、うーん、これは直して輪に合わせたやつ。 そうなん、それはそのリュウさんが監修するときに気づいて指摘をしてっていう感じ、ね、ええ、出ました、柿田ですね。柿田、これが一番多分そっくりなお店だと思うんですね、うん、ゲームと。ゲームではね、栗田で、この店、1952年からあるみたいですね。ちょうど本当戦後間もなく、米軍がここに来てすぐできたっていうことなんでしょうね。どうですか本当に当時のゲームセンターを思い出すような感じですかね。ゲームっていうのは実際の建物よりちょっと大きめに作らないと、なかなか障害物が多くて、その歩けなくなったりするんです。そうですよね。うん、1.5 倍から2倍ぐらいで作るんですよ。あ、その2倍まで大きくするとちょっとリアリティなくなってくるんで、はいはい、1.5 倍ぐらいでなんとかしたいな。一応ね、よくシェム好きで来る人とか
多いですかね、やっぱり。そうですね。まあ、コロナになっちゃってからはね、やっぱ遠方から来られるっていう方は全然少ないですけど、その前なんかはかなりやっぱしてたんですか。なんか当時ね、やっぱそのゲームでは栗田で、はい、すごい看板とかもそっくりな感じで、まあ、めっちゃ汚いですけど、いや、それが逆にすごい味ありますよね、歴史を感じるから。なんかゲームでは実際の地図通りに作ってないんですよ。実際だと見通しが良すぎて、そのポリゴンがすごくたくさんかかって、適当なとこで曲げないといけないですね。64メートル以上作っちゃいけないとか、32メートルでできれば曲げてって。ね、今のプレイステーションとか。だったらね、そこは。このまんま作れる。このまま作れますもんね。やっぱりなんか今の技術で、シェンムー1を作れたら面白いですよ、きっと。面白いでしょうね。ここのミカサというお店も、あの、ミカサゲームがモデルにしてる店の一つですね。この今回のためにこれを限定品として販売するのも素敵ですね。うん、本物の刺繍って感じですね。なんか手作りの感じ。うん、そうですね。うん、スマホというかあれですね、あの小さめ あのタブレットとかだとちょうどいいのかもしれない。あるいは Nintendo Switch とかね、ちょうど入るぐらいの大きさだと思いますね。ちょっとお話を聞いてもいいですか。はい、どうぞ。シェンムのことはもちろんご存知で、はい、あの当時のことって何か記憶にあったりします？何か取材に来てたとか。はい、そうですね。あの、この、おそらく、このゲームがまだ、企画段階の頃だと思うんですけど、セガの方が、いらして、ドブ板の、まあ、その映像とかの素材を探してたんですよ。うん、で、うちの方で、まあ、そんなに大したもんじゃないんですけど、VHS を一度提供したとか、もしかしたら90年代です。この方だったかもしれない。90年代ですね。いやでもなんかやっぱその生みの親として、その自分が20何年前に作ったゲームの影響でこの街のあっちこっちに今なんかいろいろ置かれてたりしてるのを見ると、どういう気持ちですか？いやなんか嬉しいですよ。面白いですね。なんかいつもと違うことが起きているっていう。そうですよね。